ああ、なんか聞けば聞くほど知らずのうちにやってる習慣がいっぱいあるな。怖くて仕方ないですよ、今。うん、みんなで生きよう100年チャンネル。どうも、梶原です。高見です。よろしくお願いします。いや先生、もう私の動画がどんどんアップされてって嬉しいですよ。そうね、最近好調ですね。はい、だからもういろんな学びもあって嬉しいですよ。うん、いつもそんな近くで見てんの？いやそうなんですよ、私めっちゃ禁止なんですよ。禁止だけどな、コンタクトレンズ入ってんでしょ？もう入ってますけど。じゃあもうちょっと話して見れるでしょ。まあまあまあ、うん、見えなくはないんですけどね。うん、そうやってね、近くで見るとか、はい、まあ、やっぱり良くないんですよ、これね。良くないんですか？うん、まあ子供は特にですけど、大人でもね、病的禁止進んでいく人いますからね。そうなんですか？そう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 。そうだからね、ちっちゃくしないでできればね、あ、うん、大きくできるものは大きくしてちょっと話してみた方がいいですね。はい、これぐらいですか？うん、これよくね、電車の中でこんななって人いますけどね。いますね。あれ良くないです、あれ良くないですよ。わかりました、気をつけます。うん、知らず知らずにやってるね、目に良くない習慣とか、はい、あるいは目にいい習慣をやってくれないとかね、そんなありますよね。うん、今日はちょっとそういう話をしましょう。うわ、ドキドキします。はい、やっちゃいけない習慣について今日は話しますので、最後まで聞いてくれるとそういうことはよくわかると思いますね。まあ、まずですね、はい、よくやるのがね、目がかゆい時に目こすったりね、まあ、ある程度しょうがないですよね。ただあんまりね、こすってばっかりいるとヒリヒリしてくるからね、こう叩く人いるんですよね。これ有名な話なんですけど、はい、アトピー性皮膚炎の人ってね、すごくかゆがあるでしょ。まぶたの内側もかゆいんですけど、はい、まぶたの外側の皮膚側もかゆいからね、まあ、とにかくね、そのこするとなおさらひどくなるから、こうやってね叩く人もいるわけですよ。目を叩くのは本当に良くないですね。叩くことによってね、衝撃的な振動が何度も続くと、そこでね、目の中にあるね、硝子体ってドロッとしたものが所々網膜の壁にこうくっついてるわけですけど、うんうん、そこを刺激してね、硝子体が網膜を引っ張るようなことが起こったり、まあ、するんですよ。でそうするとね、引っ張られる牽引力っていう力で網膜がビリッていっちゃったりすることあるんです。そうするとね、そこがね、壁紙が切れてなんかこうビリビリビリってこう剥がれてくるような、はい、そんな形でね、網膜が剥がれてくることがあるんですよね。そうなんですか。うん、でそれは網膜剥離っていうんですけど、まあ、そういう病気が起こしやすいんですよ。うんうん、でね、特にアトピー性皮膚炎の人はね、もともとね、なぜか網膜が結構弱い人が多くてね、うん、そういうところが破けやすかったりとかするんですよ。うん、まあ今はそうでもないんですけど、やっぱ私がね、研修ぐらいの時っていうのはね、アトピー性皮膚炎の人の網膜剥離っていうのがジャイアントテアっていうんですけどね、うん、大きな裂け目ができちゃってね、で大きく網膜剥がれてくっつけてもくっつけてもまた剥がれてくるっていうようなことがよくあったんですよ。はい、でね、そういうこともありますし、それからね、特にそういう病気の人はね、この水晶体ってね、血管がない組織ね、透明なレンズなわけですけど、こう周りね、糸みたいなもので吊るされてるんですね。でその糸を引っ張ったり緩めたりしてレンズの厚みを変えて、でピント合わせてるんですけどね、そのね、糸も切れやすい人がいてね、うわ、糸が切れちゃってね、水晶体が目の中落っこっちゃったっていう人がいる。そんなことあるんですか？ですからね、目は叩かないでください。はい、うん、こすらないでくださいってことですね。まずこれは絶対やらない方がいいと思います。2番目、うん、2番目何ですか？画面の近くで見るってことですね。さっき私がやってたやつですか？そう、そうなんですね。うん、水晶体がね、厚みを厚くして近くものものを見てるんですけど、ずっと近くのものを見てるってことはね、ずっと水晶体が厚くなった状態になってるんですね。水晶体厚くするのに毛様体っていうね、筋肉がずっとギューってね、縮んでないといけないんですよ。うん、そうするとそれ疲れてくるんですよ、だんだん。うんうんうん、そうするとね、まあ、それは眼精疲労の一つの原因になるって言われてるんですね。はい、眼精疲労はね、いろんな原因あるんですけど、まあ、その一つがそういう近くでばっかりものを見てると。うん、でね、近くでものをその見すぎてるとね、どういうメカニズムかなかなか分かってない、いないんですけど、その近視が進んでくるんですよね。うん、でね、それも人によって進む人もいれば進まない人もいるしね、データ取ってみると、ね、すごくバラバラな結果が出ることが多いんですけど、まあ、明らかに近くで見てる人の中に近視が進む人がいるんですよ。だからそういうのはね、ちょっと気をつけてね、大人になってもそういうことが起こりうるんで、
気をつけた方がいいですね。あ、ちょっとショックです、うん、そんなこと聞いたら、うん、高見はねそうじゃないと思いますけど、はい、近視がすごく強い人ですね、うん、病的近視って言いますけど、まあ、そういう人の場合はね特に少しでも近視がね、進むっていうことはこれいろんな良くないことがあるんですけどね、その一つはね近視が進むことによって網膜が薄くなってしまってピント合わせてあげても視力が出にくくなるっていうね、うん、そういうことがあるんですよ。うん、病的近視が進むと緑内障が起こりやすいとか網膜が薄くなりすぎちゃって近視性の黄斑症っていうんですけどね、はい、物を見る中心部分の機能が落ちてきちゃうんです。だからいくらピント合わせてあげても見にくくなっちゃうってことがあるんですね。3つ目ですけどね、うん、食生活に関するものですけど、まあね、目にいいもの悪いものあるんですけど、まあ、少なくともね基本的な栄養素ね体にとって必要なもの例えばビタミンとか、うん、タンパク質だとか不足するっていうことですよね、うん、ある程度お年寄りになると食が細くなっちゃってね食べる量が減ってくるとそのビタミンだとかねそれからタンパク質が減ってきちゃうことがあるんですよ。でなるべく食べやすいさっぱりしたものを食べてるとねタンパク質が足りなくなったりとかそれからビタミンが足りなくなったりするわけなんですね。でそういうことにちょっと気をつけてほしいのと目を守るね色素ですねルテインとかゼアキサンチンとかね、うんうん、それからまあ魚とかには含まれてるアスタキサンチンなんかもそうなんですけど、はい、まあ、その他ポリフェノールとかね、まあ、いわゆる抗酸化作用のある色素ですね、まあ、大体そういうのって植物から取ってするんですけどそういう色素性のものを取らないとかね、はい、まあ、そういうと今度は特にルテインはね水晶体とか黄斑部に多い色素なんですね、まあ、そこを守ってるっていうふうに言われてますけど、まあ、そういうもの目にとってはそういうものとかね体全体にとってはポリフェノールっていうのは血管の弾力性を保ったりするのにも重要ですから、まあ、体全体の酸化によるストレスから体守るっていう意味では、ポリフェノールなんかも取った方がいいですよね。ちなみにルテインは何に入ってるんですか？ルテインはねいろんなも入ってますけど、うん、緑黄色野菜に多いんですよ。だから冬場だとほうれん草とかね小松菜とか、はい、それから僕なんかはブロッコリー結構食べてますけど、うん、まあ、あとねちょっと特殊なものとしてはケールとかねありますね、うん、まあ、いろんな食べ方あると思うんですけど青汁によく入ってるやつですね青汁か、うん、これも特殊ですけどクコの実ってねよく中華料理で出てくる、はい、こんな、うん、ありますね、あ、まあ、美味しいんだか美味しくないんだかよく分かりませんけど、はい、杏仁豆腐に乗っかってるやつですね、はい、でクコの実もね非常にルテインゼアキサンチン多いんですよ。へ、うん、ただ割とね高いしね、はい、それから食べ方もそんなにバリエーションないしねあれ好きで食べるって人あんまりいないですよね聞いたことないですね、うんうん、だからまあ一般的にはやっぱほうれん草とか小松菜ブロッコリーあたりが一番いいかなと思いますね。わかりました、うん、ありがとうございます、うん、もう一つね取ってほしいけどなかなか取れないっていうのがねこれがオメガ3系の、まあ、不飽和脂肪酸ってやつですね、まあ、特にね DHA とか EPA っていうのが、不足する人が、まあ、やっぱりいるんですよ。でこれね体の中で合成できないから食べ物から取るしかないんですよね。でこのオメガ3系っていうのは魚ですね主に、うん、魚に多いんですよ。特に天然の魚にはね、豊富に含まれてるんですね。で DHA なんかはねとにかく神経細胞にはなくてはならないもので、うん、網膜っていうのは、まあ、よく言ってますけどね脳の出店なんですよ、うん、脳そのものと言っていいぐらいなんですけどね、はい、神経細胞でできてるから DHA 必要なんですよね。うん、それから EPA に関してはね血管の弾力性も保ってくれますからね。例えば高度近視の人とか緑内障とかね網膜とか脈絡膜とかそういうところの循環が落ちる可能性のあるような病気とかね、うん、そういうものについてはぜひとも取ってもらいたいんですね、うん、で全身に必要なもんですから、はい、目だけじゃないですね、うんうん、とにかく全身の血管の弾力性を保ってくれる物質ですから、まあ、そういうものぜひ取ってくださいっていうことなんですけど、それからね天然の魚の場合ちょっと一つ気をつけていただきたいのはね、はい、有機水銀含まれてることがあるので特にね、まあ、サプリなんかで取りましょうっていう時は、うんうん、そのちゃんと有機水銀取り除いてますよっていうメーカーのものを買ってほしいんですね、うん、そういうとこちょっと気をつけてほしいと思います。はい、うん、取ってほしくないものとしては、取ってほしくないもの、うん、甘いものとエイジーズですね。何ですかエイジーズ。エイジーズも捨てちゃった前にも話したけど、とにかくね甘いもの良くないんですよ。甘いものを取ると体中をですね砂糖水が流れているような状況になるわけです。そうするとベタ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 血管の内側に砂糖がついてねそれが取れなくなっていくようなことが起こるとそれを糖化って呼ぶんですね。グリケーションって呼ぶんですけど、まあ、そうやってね血管の内側がツルツルでなくなってねベタベタになってくるんですよね。でそういったものは食べ物の中にもありますけど、甘いものを取ると体の中でそういう糖化反応がたくさん起こってね、はい、血管がダメになり例えば水晶体なんかは濁
濁ってきたりとかね、いろんなことが起こります。まあ、それからね、揚げ物とかでタンパク質と糖が結びついちゃったようなものですね、まあ、料理業界ではメイラード反応って言いますけど、まあ、そうやってねタンパク質に糖が化学的に結びついちゃってるような、そういうものもエイジズと言いますけど、そういうものを食べ物として摂取するってことですね。でそれがまた体の中で、糖化されたものがあちこちくっついていきますから、そういう甘いものもいけないし、調理されて糖化されたようなもの、例えば揚げ物ですよね、はい、天ぷら、唐揚げ、ポテトチップとかもそうですね、ホットケーキもそうだって言いますよね、そういうと食べるもんなくなっちゃうんですけど、なくなっちゃいますよ、まあ、絶対食べちゃいけないっていうもんじゃないですよ、うん、ただ毎日のようにそういうものを食べてると良くないですっていうことなんで、うん、まあ、減らしてね、めったに食べられないから食べるときは幸せみたいな、そういうふうに食生活にしてほしいなと思うんですよ。それからね、まあ、眼科を受診しないっていうね、これもね良くないですよ。あのね、やっぱり歯医者さんって歯は気になって結構行くと思うんですよね。だけどね、眼科なかなか行かないですよね、うん、どっちが大切って問題じゃないんですけど、まあ、なぜか目はね見えるのが当たり前だからね、なかなかその眼科行かないんですけど、うん、気づかないで進行してる病気とかね、緑内障なんかその最たるもんなんですけど、白内障もそうですけどね、白内障は治療法があるからそれほどでもないんですけど、加齢黄斑変性症もそうだし、うん、知らないうちにねだんだん悪くなっていったりするわけですよ。それからね、まあ、病気としてね数が多いわけではないんですけど、はい、まあ、緑内障の急性発作っていうのがね、まあ、起こることがあるんですけど、うん、それはね目の形がもともとちょっと普通の人と違うんですね。目の中の水の流れ、特に水の出口がすごく狭い人に起こるんですけど、人間ドックとかそういうものでは絶対引っかからないんですよ。そうなんですね。そう、眼科でスリットランプっていうのってね、拡大してみないとなかなかわからないんですよ。こういうものが起こってしまうと、まあ、なかなかねちょっと間に合わないことが多いんですね、下手をすると一晩で失明しちゃうこともあるんですよ。そうなんですか。うん、まあ、2、3日ほっとくとねかなりの確率で失明しちゃいますね。へ、うん、でそういう危険な病気があるんですけど、それを事前に見つけてね対応しとくっていうこともできるんですよ。だからそういうことはね、眼科の検診をしないとやっぱり見つからないんですよね。高見はタバコ吸わないでしょ。吸わないです。うん、タバコ吸う人ね全部減りましたよね。タバコっていうのはねもう言い出すきりないんですよ、体にとって悪いのはね、うん、でも目にとってやっぱり本当に悪いです、これも。そうなんですね。例えばねやっぱり緑内障っていうのは、まあ、いろんな原因の説があるんですけどね、視神経に行く血管とかね血流障害っていうのを一つの原因としていつも考えられてるんですよ、うん、なるべく血流が減るようなことはしてほしくないんですけど、うん、そのタバコを吸うとね血管が収縮しますんで、うん、細くなっちゃうんで、やっぱり血流障害に結びついていっちゃうんですよね。だから緑内障の人は極力喫煙してる方であればね減らしてやめていく方向で考えてもらいたいなと思うんですよね、うん、それから当然なんですけども、はい、糖尿病ですね。糖尿病もやっぱり血管がダメになっていく病気ですからね、うん、先ほども言いましたように体の中を砂糖水が流れてる状態で血管の内側がどん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 ベタベタになっていって詰まりやすくなるわけですね。さらに血管が縮むような喫煙ですね、まあ、そういうものがあると悪化します。それからね、加齢黄斑変性症ってね、黄斑部っていう網膜の、まあ、すごく一番大事なね、例えば字が読めたりとか、うん、ものを細かく解像度高く見る場所なんですけど、まあ、そこがねだんだん悪くなっていっちゃうような病気があるわけですけども、うん、喫煙が悪化させるっていうことが分かってるんですね。うん、でそのためにはそのルテインを取ってくださいとかね、ジャキサンチン取ってくださいとか、はい、まあ、いろんなこと言うわけですけども、うん、喫煙は明らかな悪化の因子ですから、喫煙はなるべく減らしていきながらやめてもらうと、そういうふうに、ね、考えてもらいたいと思うんですよ。なんか聞けば聞くほど知らずのうちにやってる習慣がいっぱいあるなっていう怖くて仕方ないですよ今、うん、まあね、そんなに怖がることもないんですけど、はい、何でもかんでも一気にやることは難しいですからね、うんうん、例えば甘いものにしても食べ過ぎるから血糖が上がる、それから甘いものをたくさん摂るから血糖が上がる、うん、それから糖分、糖質、そういうものをたくさん炭水化物も含めて摂るから血糖値が上がるっていうわけでしょ、うん、はい、それをね少しずつ減らしていく、私も言ってるし私の友達の先生たちも言ってるんですけど、やっぱり加糖飲料ですね、うん、糖分の入った甘いもの飲み物、そういうものを極力少しずつ減らしてってね、やっぱね糖尿病の人ってね糖が高いとね幸せなんですね体がだからね甘いもの好きなんですよ、
もともと好きっていうのもあると思いますけど、はい、その病気だからね好きになっちゃうんです、そういうもの体が欲しがるんですよ、うん、だからそういうものをなるべく控えてね、水でもいいし、まあ、お茶はね他にいろんないい作用があるのでね、うん、だからお茶を選んで飲むっていうね、で毎回毎回でもなくてもいいんですけど、何回かに一度お茶に変えてやってみるとかね、あるいは先にお茶みたいなものを飲んでちょっと時間を置いてから、まあ、甘いものちょっとだけ我慢して飲むとかね、まあ、いろんなやり方がありますから、はい、でそこでできるようになったら、じゃあ食べ物もちょっと減らしましょうとか、お米もちょっと減らしましょうとか、甘いパンとかお菓子とか、うん、そういうものを少し減らしましょうとかね、やっぱりねある程度自信がついてこないとそれできないですよね、うんうん、いきなり何か減らそうちょっと無理ですから、その辺のところから努力してほしいなと思います。はい、なんか目の悪い習慣っていう風な話でしたけど、結局体全体のことにも言えるのかなって思いますね、うん、そうですよ、そうです、そうです、そういうことです。はい、ね、少しずつ気をつけます。はい、気をつけていきましょう。どうですか、今日の動画役に立ったでしょうか。役に立ったと思ったらいいねマークとチャンネル登録をお願いしますね。ベルマークも押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。ベルマークはチャンネル登録をすると出ますのでよろしくお願いします。それじゃあまたね。